SNS 的なあの投稿とかの影響力って、うん、やっぱりあ、ね、あの怖いなっていうか、うんえー、さっきの一番最初に言ってたイテオンの事故の時にもやっぱりショッキングな映像を、うん、インスタグラムとかに投稿,投稿した人がすごく多くいたっていう話を聞いてそれをまたひどいじゃないかって、うん、これやりすぎじゃないかみたいなことで。うんうん 批判する人たちもすぐにその出てきて要するにある種の論争になったんですってそれ規制すべきかどうかみたいなねでそういうことも含めてなんかねやっぱり言葉のありようみたいなものが SNS なんかの登場によって随分今変わってきたなっていうようなことを感じますね。それはあの僕みたいなこう皆さんも同じだと思うんですけどまあ 言葉を成り上として生きている僕ら人間でしょ。でそれでえなんかこう言葉がさなんか荒れてきたり疎んできたり、うん、で言葉の力みたいなものがさっき言ったなんか儲けのためとか、うん、れからあのあアクセス数が多いとか、うんうん、いいねがいっぱいつくとかっていうことだけで判断されるようになったらきっとねあんまりいい気持ちしないですね <laughs> いい気持ちっていうよりかあんまりそういう世の中って、うんうん みんなそういう中で暮らして幸せなのかなっていうぐらいになんか思っちゃいますからね、うんうん。やっぱりメディアのあり方が問われていると思いますし、やっぱり最後このね DNA のところにも戻ってくるとも思うんですけど、先ほどの話だとでも SNS にその例えばここである少数派である人たち パワハラとかセクハラっていうのは結構拡散するからそうですねみんなそこには若い人は関心持ってるわけですよねでもうう既存メディアがそういうとこちゃんと先ほどの僕な報道でも広いてないんじゃないかと、うん、ね、うん、いうところもあるしだからこそ割と暴力的な単純化したキロユキ氏の投稿とかにみんなそっちちゃん方がた分かりやすいていいし、うん、いいじゃん、うん、みたいな感じに行くのはやっぱり既存メディア 自体の発信力なり観察力とかそういう観察力っていうふうなこと以上にやっぱり一つはこれはあらがいようもないようなやっぱりテクノロジーの進化ってなってこれはだって SNS が持ってるその拡散力とかスピードってこれは残念ながらこう新聞が印刷してあの宅配してっていうそれはかなわないです。それはだって あのアメリカ人はご存知だと思うんですけど、今ニューヨークタイムズがそのつまりプリントをするのをやめようっていう方向になってるじゃないですかね。つまりもう紙としてあの新聞を出すんじゃなくて、オンラインっていう伝達手段によって。しかし今ニューヨークタイムズは購読者数増えてるんですよ。で、それはなんでかっていうとやっぱり中身が充実してるからですよ。で、あの議会襲撃事件の時だって。 あれだってニューヨーク・タイムズのすごかったですよ、うん、あの報道って。うんうん、で、えー、ああいうのを見てるとやっぱりクオリティーペーパーのやっぱクオリティっていうのはやっぱ高いとやっぱみんな信頼性を勝ち得てやっぱり生き残るっていうのがあってそれはコピペしたり何かこう勢いだけでやってるようなのとはやっぱり違うっていうのがあるから僕はそ,のそういうような言葉の力っていうのかなあるいは取材力みたいなものに対しての。 やっぱ原点回帰そこをちゃんと信頼したいなっていう気持ちっていうのは残ってると思いますけどね、うんうん、本当のことをやっぱり知りたいってみんな思ってるわけだから。あとやっぱりああいうトランプポストトゥルース的なね強くこうプロレスやってなんか話も含めて虚偽も多いけどなんか強い言葉そして誰かとこう二項対立にあるようなプロセスをやってるような言葉を放つ彼が大統領になってその反動として逆にそこに まあ非常にこうメスを入れていくようなニューヨーク・タイムズっていうのが、まあ、ニューヨーク・タイムズの記者と話してるとトランプが来たたたおかかげでで確かに伸びたみいたいな言い方もすするんですよねそれはだから彼のに対するまあファクトチェックってこともね、まあ、テレビも含めてニューヨーク・タイムズ相当やり始めたしそういう権力に対してしっかり監視をするんだっていう。 うん、位置づけがすごくこう広がってだからトランプがいたことが逆に、まあ、マーティン・ファクラーさんなんかがするとニューヨーク・タイムズが非常に伸ばしていく一、まあ、つく実際すごく伸びましたからね。トランプ政権の時そういう意味で言うと、まあ、かき回し屋ですよね、うん、だからかき回し屋だけど彼がずっと永久政権みたいになっちゃったらそれプーチンみたいになっちゃうんで,、うん、でそれはやっぱり「ごめんこうむりたい」みたいな。 うデモクラシーっていうね、うん、そういうものが働いてる、うんうまあ、揺れ戻しみたいのがあって、うん、そこはまだアメリカってある種健全なところを保ってるのがあって必ずこっち行ったらやっぱりそうじゃないんじゃないかみたいながあ、うん、そこは全然やっぱり、うん、まあ,ある種日本語 <laughs>、うん、で。 いやだっっってだって今日本だだだこっちがないんだもんも、うん、<laughs> からその一つだけだからで一つだけっていうのはやっぱりまずいですよそれはね何て言ったらいいんだろうなだからそのこっちだけっていう時にもう一つ本当あってしかるべきなところが魅力的じゃないみたいなのがやっぱり一番よくないっていうかね。でそれはんだろうな 選択肢がないぐらいつまらないことはないっていうか、うん、ああ面白くないもんだってそんなになっちゃうとね。その日本という意味では、金平さんこの本の中で松明は受け継がれたのかと D N A ですね。うん、そのニュース2基施設へのニュース23の D N A、うん、先ほどね、うん、来あの出してきたこの三つの D N A が受け継がれたかどうかということで一つは森友の話、うん、もう一つは スリランカの,あの、うん、女性留学生がです、ね、入管で亡くなるというウィシュマさんですねその話、うん、それとまあ伊藤詩織さんに対する TBS の元ワシントン支局長の山口隆之さんの性的暴行事件をめぐる報道、うん、これ3つ挙げてですね考察されてますよね最後に本の中で。うん、そういう意味では DNA は受け継がれているしこれは単に TBS というだけではなくて。 日本のメディア全体について言えることだと思うんですけども当てはまることだと思うんですけれどもこれはできているところもあるしできてないところもあるっていうまあ「たいまつ受け継がれたのか」っていう言い方よりもあのお前さんは。 あのちゃんと受け継がせるようなことをきちんとやってきたかっていうことを全部自分に跳ね返ってくる話だと思うんですよ。そんな一と言みたいに言えないんでこれ3つとも自分は当事者として関わったしえでその時にちゃんとそのそれは伝承されるべくあの体張って動いたかとかあのその時に「お前何やったんだ」っていうようなことを問われる話だと思うし。で 森友の話は僕はまだ取材続けてますしでもう僕だって佐川っていう元理財局長が今何考えてるか知りたいですね。彼がおそらく見予定して守った、うんあ 政権ののトップの人がああいう、うん、亡くなり方をして、ね、で、うんえー、さっき言ったようにあのパンダラの箱開いたみたいな形になった時に、うん、今彼何考えてるんだろうなと。で、うん、その自分がやったことについて一生墓場まで持ってって何もこう、うん、つまり説明しないまま、うん、亡くなっていくんだろうかみたいなことを考えた時に、うん、これってやっぱりどこが動くべきかっていうとやっぱり僕はジャーナリズムが動くべきだ。うん なんじゃないかなと思ってそれだそういう意味ではすごくこの話って現在進行形ですよねスリランカの話だってひどい話ですよひどい話なんだけどもう時間が経ってえ同じ外国人で同じ日本に来た人間であるにもかかわらずウクライナの人とスリランカの人ってなんでこんなに違うのかみたいなことをちゃんと考えなきゃいけない話ですよねでその話についてはあのつまりあの こっちはダメこっちはいいみたいなでこっちは国際的に助けようみたいな話になってるっていうことについてのなんだろうさっきの「ルストフォービア」もそうですけどロシアはダメ、えー、ウクライナはいいみたいな風になっちゃうようなてとっても危険なことだと思いますね。えー、伊藤しおりさんのこととについいては僕は僕 TBS う局があのきちんとした調査をあの どこまでやったのかということについては実は僕は個人的には非常に疑問に思っているところがあって、うん、少なくともあのあれぐらいのことをやった時には徹底的に内部で調べて懲罰委員会を招集して会社としてあのきちんとけじめをつけるべきだとそれなんでそういうことを言えるかというと、うんえー、オウム真理教事件の時に僕らはあの間違いを犯したわけですよ。 徹底的にやったんですよ。で、それ、僕、自分が検証特番やったから覚えてるんで。検証特番立ち上げて、やった時って、すだまじかったですよ。もう、なんていうんだ、こんなことやりたくないと思うようなことも。やったですよ。波の流しながらね、やってましたよ。ああ。身内。身内で、身内同士がこうやった、で。あの時、まだ、今。今、参議院になった杉尾なんか。あ杉尾。あの。 調査調べやってる時にやっぱりはあまりにも感情的になって僕はもう感情的になったし、うん、でそういう現場とか立ち会った経験とかあるから、うん、それみんなやっぱり自分たちの身内でが間違いを犯した時にはどういうことをやんなきゃいけないのかっていうのを身をもって知ってるから、うんうん、でその時に、えー、今回のケースはそれと比べてどうだったのかとかそれから。うん もう一つこれもまた会社の方針と全く違うことを内串さんがやったのがあって損失補填事件ですよ日本経済新聞がスクープして証券会社がねあの時に損失補填っていうのを次々に発覚した時に僕らの局もやってたわけですよけしからんっていうのを。これでその中の損失補填を受けてた中に TBS が入ってたわけです。 その時にね会社としてはおそらく経営的な判断から「まあ他もやってんだからまあそこそこにやれよ」みたいな時に僕はこれすごかったと思いますけどね徹底的にやったもう番組のほとんどの時間を一部二部あったんですけど二部は座談会でそれをやって一部も。 でそれって経営から見ると何のことしてくれたんだって話ですよ、ね。<laughs> あしかもなんか直前に通したか通してなかったんですけ、そのやるっていう報告は。あ,あいやそれはね、えー、そ,れはそれはあの原子力の話です <laughs> <白い>。<laughs> すごいことになってるなと。いや <laughs> あ, <のー Ses> あれはあのあれですね嘘の。 偽の偽の進行表って進行表を上げて,て <laughs> <laughs> OK もらったけど全然違うの流れてくる。<laughs> そんなことやってたんですよ。でそれ,れ全部書かれてます、ね。いや本に本当に面白いですんい。でもね、でつまり僕はそれって、うん、いろんな意味で言うと健全だなと思ってて、で、うん、つまり僕らって誰のために何,の何を誰のために流してるんだっていう,うん、うん、その報道が流す情報のこう。うんうん ある種公共性っっててていいううかね、うん、誰のために保守してんだっていう話ですよ、うん、でそこのところをやっぱりみんなやっぱり、うん、あの時考えてたっていう経験があるから、えー、だがなおさら、うん、あの今起きてることを、うん、まあ伊藤さんなんかの話で言うと、うん、そういうところに至ってないじゃないかっていう思いはありますね。で筑紫<で>、うん、さんはなんていうかな経営判断かられそれちょっとね深掘りしないでくれっていう話にいややりますよって 言えるぐらいやっぱりその影響力があったし下手すると編集局長も黙らせるみたいなそういう力関係がそもそもあったってことなんですかっあったですね<ー>だからその時にこんな本でも書いてますけど、うん、その当時の、えーえー、損失補填の時かな、うんかえー、あの当時のあれなんだ副社長じゃねえななんか、うん、<laughs> 社長がいなかったんでその次のところに行ってこれ大変だからやらないとダメだよってで やるからっっにやるからそれ言ったらだけどその時にんかねある種の信頼関係ができてたっていうのかなやるからって言ってで困りますみたいなんじゃなくてしょうがないなっていう気持ちがあったのはその言われた人っていうのがとても有名な政治部記者だったんですよ田中角栄の信頼を得ていた。 すごく有,あの有能な政治部記者だった人ですけどその人がこれはやむを得ないなってやっぱりまあある種その人だって。 その時インタビューまで受けてたし。うん、あ,あ、そうなんですか。<あ>え、そのチクシテツヤニュースに、うん、回ってんですか、カメラが。カメラ回って、社長。なばつ、<laughs> <laughs> すごいですね。すごいなと思ってる,ってる。これやっぱりなんていうかやっぱ。す、ね、でも健全ですね。やっぱりそれを逆に見させられる視聴者からすると、本気だと思、ね、ってるし、血流してる血を流しながらがあのやっぱりやってるみたいなで。うん それっってすごい重要なやっぱり経験だ,からだけどそういう経験をだから僕らは本当はやっぱり今働いてる人たちともやっぱりこうなんだろうなやっぱり伝承して僕らの曲ってのはこういう曲なんだからこういうことやってきたんだからっていうことをちゃんとやんなきゃいけなかったんだっていうふうにそこをやっぱり自分の立場から言うとそれはあんたちゃんと伝承してきたのかいっていう。 話ですよねでそれは皆さんもそうなんですか朝日新聞にいたら朝日新聞の例えばあの吉田教書事件とか吉田証言事件とか池上事件とかあの三つの処理の仕方どうだったのかとか東京新聞で言ったらねえいっぱいあったよねニュースヨとかそうそれあったじゃんでそれは日試連のああいう時に 検察から調子を受けた時に、うん、社としてはどういう態度を取るのかみたいなやっぱあったじゃないですか、うん、それってやっ,ぱりやっぱり極限的な状況になった時に、うん、やっぱり人間っていうか、うん、局とか組織って本音が出ちゃうみたいなって、うん、それってやっぱり大事なことだと思いますよ。うん、でそういうことをちゃんと考えている人たちがいるかいないかっていうのはものすごく重要な話で,、うん、でそれは何だろうな。 組織の内側にいたり外側にいたりとか関係なくおそらくあの外でもこうつながれるっていうかえこれおかしいよねって言ったらそれはあのやっぱり言わなきゃダメで例えば NHK がおかしいってなったら。 n 地 k の今のトップのあり方はおかしいじゃないかっていうのは誰が言ってもいいわけだし、でそういうことをちゃんと言えないようなメディアになっちゃったらやっぱダメだっていう,ふうに思いますよね、うんうん、だから切磋琢磨するみたいな、うんえー、ことって重要でしょ、うん、ねそれがなんか相互批判みたいなんじゃなくて足の引っ張り屋みたいになっちゃうのは良くないっていうか、うんうん、結局はだからあのなんだろう同じいい 村の住人だっていうだって僕らそうなんだもん、うん、どこにもう逃げようがないぐらい同じ村の住人なんであって、うん、そこのところではやっぱり僕はあのなんださっき僕は言いましたけど教えてくださいっていう記者だって、えー、いていいんですよでいていいけどお前さその時あれ言い方やめようぜみたいなことを言えるような関係になった方がよくて。うんうん それ言わないでなんかこうダメだダメだみたいなこと言ったってしょうがないんでね、うん、で多分ねそういうことを言う関係っていうのがだんだん薄れてきてるのかなっていう気が、うん、しますね。